こんにちは、バーバです。今日は鬼の顔の作り方をご紹介します。節分などにぴったりの折り紙です。早速作っていきましょう。用意するのは15センチ四方の折り紙が1枚です。まず白の面を上にしてこのような向きで置いたら縦半分に折り筋をつけます。上の角を下の角に合わせるように三角形に半分に折ります。中心の折り筋の位置がここで、この中心から1センチ離れた位置、この位置で角を反対側に折り返します。この時に上の縁がぴったり揃うように折ってください。折り筋をつけたら開きます。反対側も同じように中心から1センチ離れた位置で角を反対側に折って折り筋をつけます。次は今折った折り筋のところで真上に立ち上げて、立ち上げたところの内側を広げて、このように正方形に折りたたみます。この時にこの角と下の角がぴったり揃うように折ってください。次はこの正方形の下の縁をそれぞれ中心の縦の折り筋に合わせて折ります。折り筋をつけたら開きます。次は下の角を上にめくるように広げます。この時に今つけた斜めの折り筋の上の角を結ぶ線のところで折り上げるようにします。そして先ほどつけた折り筋通りに縦長のひし形に折りたたみます。中心から左半分を右側に折り返します。もう片方も同じように折っていきます。折り筋のところで上に立ち上げて、内側を広げて、正方形に折りたたみます。下の縁を中心に合わせております。折り筋をつけたら開いて、下の角をめくるように広げて、ひし形に折りたたみます。中心から右半分を左側に折り返します。次は左右の角を結ぶ線で上の部分を下に折り下げます。そして今折った縁から少し下がった位置で
上に折り返します。下に2つの角がありますが、まず上の1枚を折り上げます。このように折り上げて、ここの色の境目の角がここの縁よりもほんの少し下がる位置に合わせて折ります。次はこの色の境目の角を起点に、この縁をこのように折り下げていきます。ここの角が直角で、折り下げたこの縁が上下の2箇所の縁と平行になるようなバランスで折ってください。折り筋をつけたら開きます。もう片方も同じように、この色の境目の角のところから折り下げて、ここの角が直角、この縁が上下の縁と平行になるようなバランスで折ります。開きます。今つけた折り筋のうち、この3箇所の折り筋、ペンで印をつけた折り筋を谷折りに折ってください。そうすると自然にこのように中心が立ち上がった状態に折ることができます。この縁の位置で下の部分を折り上げます。そしてさらにこの左右の角を結ぶ線よりほんの少し下の位置で折り下げます。一回折り筋をつけたら開いて、この角がここの折り筋に合うように折り下げて、もう一度この折り筋のところで折り下げます。左右に2つの角が飛び出ていますが、この角をこの斜めの縁のところで裏側に折り返します。この後は今平面上の鬼の顔に後ろに反るような丸みをつけていきます。丸みをつけた後だと顔を描きづらいので、もし鬼の顔を描く場合には、今の時点で描いておいてください。ペンなどを使って鬼の顔を自由に描いてください。こちらの見本の鬼は、直径が9ミリの白いシールと直径が5ミリの黒いシールを重ねて貼ったものになります。顔が描けたら、後ろ向きにカーブをつけていきます。このように後ろ向きに曲げ癖をしっかりつけながら、全体的に丸みのあるカーブに仕上げていってください。このあたりは厚みがあるので、しっかりと後ろ向きに曲げていきます。このように丸みがつくと、
先ほど浮き上がっていた鼻と口もしっかりと形が落ち着いてきます。丸いカーブがついたら、はい、これで鬼の顔の完成です。赤鬼、青鬼、2つ一緒に作るのもいいかと思います。節分にぴったりのこの鬼の顔を折り紙1枚で作ることができるので、ぜひたくさん作って飾り付けなどに活用してみてください。